ピカー。本日の企画はメンバーカラー料理対決。クッキー。おー、またメンバーカラーで料理させていただきます。しかもこのメンツ前もやったね、24時間。あ、そうです。今日は確かにカラー対決的なのね。はい、今日は料理の対決。前回は24時間過ごしたんですけれども、自分で献立を決めてその色だけの食材で料理を作ってください。そしてね、対決ということで、まあいろいろね、総合的な部分を見て、みんなで自分以外の誰かに投票して、その投票多かった人が勝利です。はい、OK。 ポイントは見た目が一番重視ですね、うん、でみんなでちょっとずつ食べていこう、うん、で、まあうまかったやつとか、味も大事じゃない。あとエンタメとか、エンタメ性、エンタメ性です。まずなんでエンタメって何？エンタメって何？エンターテイナーなんでね。そう、なんかあの予想外のところのなんか工夫があったりとかそういうなんか、そうだからエンタメ性と驚きとかさ、あ、驚きね、そういうのとか、だからあと見た目とか、エンタメ性とあと何や、味、見た目、味、エンタメ性、はい、を総合した、感じで皆さんの誰か3人を投票してください。ご段階評価しよう。そうしよう。ご段階評価で一番点数が多い人が勝ちということをしたいと思います。はいはい、じゃあ順番にね、作っていきたいと思います。はい、シテミレイツには公式 LINE があります。動画の最後に出てくるキーワードを送ってくださると限定オフショットや動画画像もらえますので、ぜひ最後まで見てください。はい、お願いします。ということで一人ずつ作っていきたいと思います。はい、レッツゴー。はい、ということで帰ってきました。すごいね、なんかユキペ野菜ばっかりやけど大丈夫？そうよ。何、なんか野菜炒めでも作んの？すごいやん。まあお楽しみということで。ですよ。じゃあ誰からだったかな？ジミョンがちょっとね、からかな、とある工程があるので先にお先に行ってきたいと思います。そうだね、ジミョンから作っていってください。はい、はい、いってらっしゃいませ。いってらっしゃい。はい、ミョンはみかんゼリー、丸ごとみかんゼリーとふりかけから作る鮭ふりふりご飯、鮭ふりふりオレンジライスを作っていきたいと思います。でもね、今回は何も調べてないので、あのミョンミョンの直感でいきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。怖い。はい、あのミョンなんですけども、はい、あの2品やだー。違う、これ何タイトル、鮭フリフリオレンジライスです。完全におっぱいやろこれえ、そんなことないし、ひどいよ、完全におっぱいやろこれ。いただき、めっちゃごま油の匂いよ。あ、ご飯くん、ご飯やばくない？ちょっとレンチンしすぎたかもしれんけど、味はまあ良くない？味はいいよね。まずいよバカー。嘘嘘嘘、全然まずいって。なんだよ、まあね、だからごま油入れへんかったよかったんじゃん。なるほど、ごま油ライス。なんかそう、すごいなんかめっちゃめっちゃしてる。まあ16歳、16歳にしては頑張った。だって頑張ったよ、なんでごま油入れる。ちっちゃいとごま油あれかな、ね、最後に自分たちで採点したのを取っといて、ね、最後にまた言わんとこ、あ、じゃあ、うん、最後のターンでオッケー。え、5点満点やっけ。5点満点5点満点でミオが何点か、うんうん、覚えとこう。はい、はい、それではあやのん作っていきたいと思います。こんなに今回パフェを作っていきます。ピンクのグッズ、グッズじゃねえや、お菓子いっぱい買いました。ちょっとパフェってね難しいです。で今回ね、
パフェといえばクリームなんですけど、クリームがちょっとピンクなくて、なんでちょっと今回ねクリームの代わりにフルーチェを使いたいと思って事前に用意しました。これをクリームの代わりで今日は使っていきたいと思います。今回見てデコレーションしました。デコレーションっていうかピンク2つ作りたいと思います。緑の食材っていうことで、きゅうり、ブロッコリー、ピーマン、オクラ、キャベツを買ってきました。では早速作っていきましょう。5品完成しました。イエーイ。それでは下で食べていってもらいましょう。はい、ゆきっぺちゃん、はい、完成しました。材料が余っちゃって、すごい作るやん。めっちゃ作っちゃった。すいませんね、お待たせしました。何なメニュー、ですね、こちらがピーマンのナムルです。こちらが、小松菜のおひたし。こちらキャベツとブロッコリーのごま和え。こちらが、うま辛きゅうり。最後が、オクラときゅうりのさっぱり和えです。はい、だから長かったのね。ちょっとどれも進まない。いや、そんなこと言わないだけど、緑のもの、あやの全部嫌い。いや、ちょっと緑、キャベツなら食べましょう。どうあがいても無理じゃん。じゃあし、これ何だっけ、これ小松菜。小松菜なら食べれる。じゃあ小松菜。ね、おつまみ大好きなんですよ。おつまみ全部嬉しい。じゃあいただきます。小松菜いただきます。ちゃんと切り込み入れてる。みお酒飲めないけどおつまみ大好き。あ、おいしい。おいしい。あ、これね、豆板醤じゃなくてね、めちゃめちゃわさび入れた。めっちゃわさびの美味しい。
私の。これ美味しい。あ、小松菜食べれるんや。じゃあこれ後でみんな点数やるから、はい、決めといて。レモンちゃん、みんな、あと彼女のあれは忘れてない？忘れてない？忘れてない。取りに行っていきたいと思います。じゃあ次のミョンの最後デザート持ってきてください。はい、じゃーん。なんかサザエさんみたいじゃない？最初のオープニングの。あ、猫のやつ。すげえ。すごい。あ、開けて。思ってるよりパカーン。いきます。怖いよ。あれ？あれうまい。美味しい、うん、え、みかんが美味しい。みかんゼリーだよ、ちゃんと。すごいやん。市販のやつみたい。おー、よかった。あれ、最初のあれとは大違いやな。うん、え、本当に、うん、こっちの方が美味しい。嬉しい。やったー。え、これ本当に作った、買ったんじゃない？なんで売ってないでしょ、これ。これ冷凍のやつコンビニで買ってきたんじゃん。どこに売ってるんだ。ちょっとまあ疑いますけど。まあ、だってこれも含めて、これも含めてじゃあ点数大事にしましょう。はい、はい、ということで全員終わりました。いや、ちょっと好評で嬉しかったですね、カンセリー。あとはな、あとの方はな、何だったっけ。見た目、味、エンタメ性。見た目、味、エンタメ。うわー、ミョンの迷うな、差がすごいからな。あの、見た目のね、統一感よ。全とそっちの差ぐらいやった。本当に？うん、お菓子作り向いてるかもしれない。よろしいでしょうか。はい、それでは、まず一つずつ出していこうかな。はい、ゆきっぺから。あ、オッケー。じゃあ、ゆきっぺ厳しめだろうな。ゆきっぺどうぞ。さあ、私の点数は、オッケー。じゃらーん。見た目3点、味3点、エンタメ3点の9点でございます。なかなか厳しめや。え、高めじゃない？でも高いよ、半分以上。自分の中で間を取って333。じゃあ9点。でもいい点数ですよ、これは。確かに。じゃあ、ゴミちゃんは。では、ゴミちゃんの発表をいたします。みょんの味は、じゃーん。見た目3点、味1点、エンタメ4点です。合計8点です。理由は、理由は、いや、最初の味がさ、味が、あの、デザートはめっちゃ好きだったの。デザートはもう5あげたぐらい好きなんやけど、うん、最初の味がちょっと、マジでケロホンかと。そんなことはない。びっくり。なんか、似て、似ちゃうみたいな感じがちょっと苦手だった。マイナス4になっちゃったから。もったいない。1点だそうです。デザート満点ですよ。やっぱさ、みかんゼリーだけ出しとけばよかった。うん、それだとよかった、ね、よかった。そう、ミスだね。ミスですね。はい、ミスミョンです。じゃあ、ということで最後は私はですね、あー、こう言ってばよ。私は厳しいですよ。ミョン、ほんまにごめん。私のテロスは見た目3点、味2点、エンタメ3点で、おー、まあ、高い点数じゃない。うん、嬉しい。これ合計何点かな。合計が25点かな。25点じゃあ、25点、覚えといて。はい、イエーイ。2個、2個の25。次、アイノンの、お願いしますよ。はい、それではお願いいたします。ゆきっぺの点数は、見た目5点、味2点、エンタメ5点の、イエーイ。高得点だな、すごい。じゃあ、ゴミちゃんいいでしょうか。私は、まあ、ちょっとな。いいですか、覚悟を決めてください。で傷つきますけど。よかったと思うねんけど。いいですか。よかったと思うねんけど。点数は、じゃーん、5点、1点、5点おい、1点、なに、お前そんなにイチゴ嫌いか。彼女流の味なんかない。これ知った、知っとる味や。それはアヤノンの味ではない。の味やもん、うん、完全。そうそうそう、販売された味やったので11点でございます。はい、まあいいや、10点、11点あるんで、まあ、見た目最高だね。はい、えい。じゃあ、みよちゃん、じゃん、あら、13点でございます。すごいね、端っこが2つとも、もうやね、みんな。はい、はい、私何点これ。38点。38ね。じゃあ次、はい、行きますか。はい、では、あの、私が作った商品のゴミちゃんだね。はい、よろしいでしょうか。はい、それではゆきっぺの方からお願いいたします。ちょっと彼女はね、
まあ今までで一番ちょっとあれですね、世間はそんなに甘くありません。なんなの？はい、どうぞ。ということで、はい、見た目1点、味4点、エンタメ2点でございます。なんでもう。ということで7点。7点です。低くない？過去最低なんだけど。赤じゃなかった。7点ということで、はい。あんだけ食べてたのに。はい、はい、じゃあちょ、みおちゃん。はい、行きまーす。ドゥルルルルッ。7点です。一緒や。7点。味3、エンタメ3ですね。味意外とみんな低いんだけど、赤じゃなかったのが決定ですかね。先般です。じゃあもう唐辛子ぶち込んでけばよかったもう、はい、ということで7点7ですね。じゃあちょっと今のみんなの話を聞いて。ちょっとなんか絶対下げたじゃん。何なの？いや、じゃあアイノの発表いかせていただきます。はい、ごめんちゃん、ごめん、褒めて。こういう結果になりました。見た目0点、味4点、エンタメ3点、ラッピーセブン。なんで1もあげません。嬉しい。でも味は惜しかった。でも4だよ。キムチは辛いのでそこでマイナス1点。意味わかんないよ、キムチぐらい食べれて、うん、あとは美味しかったんで OK。 お肉入ってたのが良かったよ。そうだよ、美味しかった。でエンタメ性まあ普通だったんで3点って感じ。へえ。合計7点となっております。はい、21点です。21点わっ、きついよ。ちょっと出してください。半分いってないよ。やばいよ。悔しい。はい、じゃあラストゆきっぺで。はい、はい、じゃあやってください。ゴミちゃんから。はい、私からいきます。では、いきます。全員泣かせる気のゴミちゃんも。はい、ではゆきっぺの点数は、じゃーん、1点、3点、3点、7点でございます。野菜嫌いなんですよ、私。もう、前市場挟んでるな。だから、お前、市場挟んでるね。いや、だって野菜嫌いだからさ、5品とも野菜でドドドドって出てきた、あの見た目、ちょっと、うってなった。まあ、わからなくて。だから、これが1点で、あとは、まあ、いい、おいしかったし、野菜揃えというのも、まあ、良かったので、1、3、3、7でした。はい。じゃあ、みおちゃん。はい。良かったですね。味は3点は美味しかったです。エンタメ性、なんとあゆのが寝ちゃうぐらいね、皆さん調理時間が長かったんですよ。だからそういうそのパフォーマンス的なエンタメ性で、まあ、合計8点という、はい、8点ということですね。確かに調理時間長かったから ね、 ね、もう寝ちゃったということで、はい、ラストあゆの行かせていただきます。あゆの結構いいかもしれない。本当、見た目5点、味2点、エンタメ性4点。5点すごいじゃん。やったー。いや、まあ見た目はまあ統一感があってよかったんと、まあ味は本当は0なんですけど、まあ野菜が嫌いなんで。まあでも野菜嫌いな人でも食べやすいように味付けしてたところで、うん、ね、2点にしときました、うん。まあエンタメ性はまあなんかいっぱいあったんで、いっぱいあってなんか楽しめるみたいな、なんかあったんで、まあ、まあ4点あげましょうかねって感じで、11点です。高得点。じゃあ26点かな。26点。はい、ということは、ということは、じゃあボードに、書こう。ボードにみんな自分で何点。では発表しますか。行きましょう。行きますか。せーので行きますね。はい、せーの、ダーン。イエーイ。圧倒的だよ。ということで、アイノ優勝。センスいいよね。イエーイ。なんかね、なんかね、そういうなんかデザインとかそういうのが好きなん。だからなんかそういうのをやりたいね。いつかそういうのを仕事でやってみたい。結構一個一個工夫が良かったからね。なんかブランドとか作ったりして、あ、向いてそう、向いてそう。そういうのやりたいなっていう感じなんで、こういうの好きなんで待ってます。たくさんじゃチャレンジしましょう。スミレリンで、まあ長かったんですけども、本日の動画この辺りで終わりとなります。じゃあベベのゴミちゃんから今日のキューブお願いします。じゃあ、はあ、じゃあ反逆のゴミちゃんで次回頑張ります。じゃあ反逆のゴミちゃんでお願い